日だまりラジオ365残りご飯マーブラー。ちょっとこうネイティブな。マーブラー。みんな立派なマーブラーになればいい。そうですね。残りご飯にも、はい、マーブルのお二人に、はい、あ、3人ですね。3人リーです。私リーです。ですよね。3人で。この前のね、あの、ひだマーブルナイトもあの2階の方でちょっとお邪魔させていただいてたんですけども、いいですね。あのなんかいい空気が本当良かったですよね。本当に良かった。みんなあったかい感じ。なんかね、あの、なんて言うんだろうな、こう、なんか家にいるみたいな感じ。すごい居心地がいいんですよね。そう、ライブ見に来てんのにすごいなんかこう、そう、居心地が良い感じが。本当にこう、あったかい感じが本当にあって、なんかすごい、あ、なんかこの空気ってこう、すごいいいなってすごい思いましたね。そう、もうマーブルさんの音楽にこう、思うがままに流されてる感じがすごい気持ちいいんですよ。そうそうそう。でね、さっきの話もありましたけど、あの、あすみさん出たり入ったり、出たり入ったりしてて、あ、いない、あれかみたいな。そうなんです。できるだけ目立たないようにクソッと。はい。というわけで、はい、ひだまりラジオ残り、365残りご飯、はい、2ヶ月ぶり、皆様こんにちは。アニプレックスの高橋優馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この人前回、なんか、野暮用で。野暮というよりも、ハードな、あの、ハード用でいなかったんですよね。まあ、あんまりね、こう深く言っちゃうと、あの、怖いんで。怖い。怖い。どこまで本当ですか？これね、全部本当なんですよ。はい、すごい簡単に言うと、はい、まあ、いろいろね、こう、はい、今は宣伝担当ということで、いろいろ出してもらってるんですけど、はいはい、まあ、こういろいろね、こう、攻めたり守ったり、こういろんなこう宣伝をするんですよ。はいはい。時にオフェンシブに、時にディフェンシブに、割とオフェンシブが多いんですけど。オフェンシブ。そうでね、今いろいろこうやってたら、やっぱり、ね、気づかされました。やっぱ日本は法治国家だっていう。どうして、どういうこと？うん、やっぱりね、法律って大事。何が起こったんでしょう。大事。それで来れなかったんです。はい、それでやっべーってなっていろいろやって。それ本当にやばそうな。結構やばかったですね。まあ今も大丈夫なんですけどね。もう全部落ち着いた感じで。ほぼクリア。ほぼ。ちょっと残ってる感じですよ。危ない。まだそんなことはいいんですよ。今日はね、マーブルの二人に来ていただいてるんで。はい、でもあのさっきのお話もありましたけど、あの、うん、なんですか、その演じられてるというか、うん、その、ステージにいられる側としては、はい、前回のあの、ひだまブルナイトっていうのはでもどうだったんですか？ああ、そうですね。でもあの、うん、すごくとなんていうんですか、初めてのああいう大きいところでやったりとか、うん、大きいライブだったんですけど、結構あの僕らはどこでやっても一緒だなっていうか、なんかあの、あんまり大きいからってこうすごく演出が入ったりとか、うん、自分もこういう風にやろうとかっていう気持ちじゃなくて、出てたら普通に一緒だったみたいな。でも私は、あ、私たちが違う。あった、相手が出たぞ。やばいぞ。まあ二人いるから、まあそれぞれの意見ですね。一個は、はい、後ろにバンドもいる。はいはいはい、それが楽しくて。それだけじゃない。いや、二人じゃないっていうのが。そうか。それはでも別にいつもライブハウスとかでもそうじゃん。うん、バンドがいればなんか機嫌がいいんですよ。2人でやるときは、はい、なんで2人でやんなきゃいけないみたいな。あれ、そんなことはないですよ。もうバンドだともう、はい、もう楽しくて。あ、でもちょっと確かに、ね、美子さんちょっとノリノリでしたもんね。もうノリノリでした、はい、やっぱり。もうあの日はもう楽しくてしょうがなくて、うん、へえ、もう歌うことが楽しくてしょうがなかったの。まあ楽しかったけどね。楽しかった、うん、楽しいのは楽しいけど、うん、その気持ちは変わんないっていうか、はい、そのマーブルとして大きく見せたりとかっていうことではなく、その、こう、なんていうか、その、うん、音楽に対するそのソウル的なものってことですよね。ソウル。ソウルですね。ソウルね。魂のソウルです。魂のソウル。同じですけど。そうですね。日本語か英語かの違いですね。なんか、なんていうんですかね、こう、大きい会場だからって、こう、大きいものとして見るというよりも、やっぱりいつもちっちゃいところでやってるから、一人一人見えるじゃないですか。うん、お客さんの。一人一人に対してやってるのの数が多いっていうか。ああ、なるほど、なるほど。だから、その、大きさっていうもんじゃないのかなっていう感じはしましたね、やってなるほど、なるほど。じゃ逆にその、過去にね、あの、日だまり、ま、いろいろやらせてもらって、あの、マブルさんにもいろいろお越しいただいて、まあ、横浜ブリッツしかり、この前のあの、アニメフェスタしかり、はい、まあ、やっぱり人数的にでも増えても、ある種の、こう、ソウル的なものとやっぱり、うん、そうですね、やっぱり一人一人の顔がこうにちゃんと伝わるように、うん、まあ、多分ミコも歌ってると思うんですけど、うん、いいですね、すごい見てるもん、
客さんの。結構でも見えるもんなんですか、うん、見えるとこと見えないとこもあるんですけど、照明によって、照明によってなんですけど、この前なんかはでも、はい、結構見えた、前の方の人も本当に見えるし、うん、結構見える、ね、立ってる人でもね、こう前の、こうやってこうなんか背伸びして見てる人がいるから見えないのかなとか、うん、あだってすごい数のお客さんが入ってましたよね、パンパンでしたね、ね、でもリーはどうなんですか、その歌に対するそのソウルっていうのは、はい、ソウルリーはですね、リーはだって言うても素人じゃないですか歌に関して本当に、だからアーティストさんとしかも生バンドで一緒に歌わせていただけるっていうのが、はい、もうそれだけでもうガクブルですよ、ガクブル本当にどうしようって思ったのが、そのリハーサルを一回だけ私お邪魔したじゃないですか、はいはい、リハーサルをスタジオで皆さんがやってるところに、うん、私もあのゲストで歌わせていただくからってことで、うん、そのリハーサルにちょっとだけ参加させてもらったんですけど、うん、そこに行くまではあんまり実感がなかったんですよ、そういう、うん、ただマーブルさんと歌わせていただいて、私なんか粗相がなければいいなとは思ってましたけど、うん、でそのリハーサルのスタジオに行って生バンドいる、あ、私ここで歌うみたいな、あーなるほど、すごい新鮮な感覚をもらってですね、はい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 、ないじゃないですか、なかなか。生バンドは初だったんですか。初だと思います、自分の曲をこう生バンドで、うん、うん、っていうのは初ですね多分。あ、そうなんでしょう。やっぱ生バンドは楽しいですか。楽しかったです。楽しいっていうか、まずなんか自分の中にない感覚だったので。あ、なるほど、そうですよね。でもちょっとこっぱずかしいみたいなのもありつつ、こっぱずかしい、そうなんですよ。そのリハーサルでちょっとすごいおどおどしてしまって、はいはいはい、すごい恥ずかしい気分になったんです。全然なんかその初めてやる感じじゃなかったですけどね、はい、じゃあリーとして立派に、うん、マーブルさんから見た時 その今回のリーの、そのリーのアクトというか、その魂のぶつけ合い、なるほど、マーブルさんな、ソウル、3つのソウルの、3つのソウルが勝った、なるほど、マーブルになったんだ、ね、なるほど、R&B みたいな、違う感じになってきましたけど、いやでもすごい新鮮な体験をさせていただきました。いやでもいいですね、なんかああいうのを見るとね、なんかこういいなと思いますね、なんかやりたいんですよね、よかった、本当にね、ね、いいですよ ね、 いいすね、マーブルさんの曲いい、日だまりで本当になんかご一緒させていただけて本当に良かったと思う、うん、仕事を通じて出会ったアーティストさんじゃないですか、うん、です ね、 ね、 ですね、でそこでここまでなんかこうすごいすごい好きになれるのがすごいなと思いました。すごいしか言ってないですけど、はい、そうですね、なんかでもそのライブもこうね、こう前回の伺わせていただいて、うん、なんかこう、うん、なんていうんですか、その仕事でだから行くとかっていうんじゃなくて、うん、なんか俺行きてえなみたいな、そう、あ、ライブやるんだ、行く行くみたいな、そういうノリなんですよ。そ、 です、ね、そんな、そんな感じですよね、うんうん、なんか不思議な、そうなんです、ありがたい、ありがたいことです、ありがたいですよ、僕らもありがたいですね、いやいやもう本当に、いやいや、こちらこそ、次のライブも行きたいな、ね、2月、はい、なんか先行予約ですか、はい、ですか、はい、先行発売ですか、ね、残りご飯の先行予約はないですね、残りご飯ないですね、残念ながら力がないので力力、はい、そんなことないです、はい、そうなんで、ね、あのまたでも、はい、その2月のデュオも楽しみですね、はいはい、ねえ、本当に本当に、あすみだってそれはやっぱね、仕事はキャンセルキャンセル、キャンセル、いやあのまだまだペーペーなみで私もですね、まだまだあのお仕事はそんなあの全部受けさせていただきますっていう感じなんで、そうす、行けたらいいな、本当に行きたいです、ね、皆さんも席開けて待ってるんで来なくても空いてるんだよ、アスミス席が、うん、もしかしたらでもステージに椅子があるかもしれないですよ、ステージにステージで見る、うん、新しいですね、うん、新しい、まあ、だリーですからね、うん、ああそうか、リーは指示してるかもしれない、うん、リーがステージから2個右どこに達也左、ね、なんでポジショニングですか、ね、オシミ監督みたいなすごい立場だな、リーいいですね、いやでも本当に皆さんもぜひぜひ楽しみにしててください、はい、すごい素敵なおすすめの場所ですね、あれは、うん、うん、すごくいいと思います、はい、また日だまりも何かがあるなら、あるんですかね、日だまりって私に聞くんですか、宣伝担当が私に聞くんですか、そうですおかしくないですか、おかしいことになる、いやいや、 やっぱりそのね、はい、言うてもやっぱりこう、ね、日だまりスケッチのやっぱり、はい、メインアクトですからね、おアクト
言っちゃえばいいみたいな、言っちゃえばいい、うん、あ、私が今ここで、うん、言っちゃえばいい、じゃあ日だまりスケッチやります。何をやりましょうね。なんかね、なんかじゃあ本当にね、こう、うん、僕がもうわからないところのなんかこう上の大人たちがなんかじゃない、はい、こうじゃないみたいな、はいはい、あったりなかったりするらしいですけどね。まあなんかね、うん、でもなんかあれらしいですよ、はい、あの、はい、こう前回あの残りご飯にあのランティスのあの薄倉さんっていう、はい、ウィスクラさん、ウィスクラさん、唐揚げ薄倉から、ウィスクラさん、イエス、唐揚げ弁当が大好きなウィスクラさん、ウィスクラさんになんかこの前聞いたら、はい、日だまりってどうなんですかねって言うと、いや、イカの割りですよって、へー、ウィスクラさんめウィスクラさんめあ、そうなのか、どういうことだと思ういやでもどうなんでしょうね。あんまりこうもしかしたらあるかもっていうのはもちろん持ちたいですけど、うん、それを持った時にこう打ち砕かれるのが嫌なので、そうですね、うん、なんかいやもうさすがにないだろうっていう感じは、はい、はい、うん、ラジオも2回防衛策として、うんうん、じゃあ一巻のおしまいです。あ、そっか、ラジオも終わっちゃうんだった。そうですね。12月までなんであと2回ですよ。11、12と。すごい。ちょっとなんか終わりに向かっていってる感じが。フィナーレ。フィナーレに向かって。終わりに向かってて下に上り詰めて終わるのがいい。あ、そっかそっか、上に上がって終われるんだ、うん、あれですよ、大大演壇、大壇、大壇演、大壇壇壇壇ですよ、もうなんかね、壇、うん、に向けて上がっていって、うん、バーンって終わる花火のようにいいですね、はい、いいすね、登っていくのがすごい、うん、ゆっくりな花火いいと思います、うん、はい、じゃあ花火に向かって、はいはい、グランドフィナーレに向かって、グランドフィナーレに向かって、はい、なんかいろいろね、はい、発売してますけど、それはよろしくお願いします、うん、宣伝したたまにはね、お、ウィスクラさんはすごいガッチリ宣伝した、すごいびっくりしちゃった、そうなんで、びっくりしちゃったって宣伝担当なんかね、自分のなんかね、自分のなんかそのね、ソウルをね、すごく僕はなんか、はい、あ、なんか俺汚れたソウルだなと思ってウィスクラさんの頑張りを聞いていやいやいや、ヨウマさんだってだってね、そんなに、あれ、日だまりが一番最初に担当した宣伝のお仕事、日だまりが一番最初の宣伝の仕事、ね、もう今じゃ敏腕ですよ、敏腕ですよ、何おっしゃいますそんなことないです、そんなことないです、私もペイペイですから、ペイペイいやもうそれ言われたら僕らもっとペイペイ、何おっしゃるの、あ、私の方がペイペイですよ、みんなペイペイだ、ペイペイよし、あとで終わり、はい、はい、ペイペイ4人でお送りします、はい、じゃあさよなら、え、あ、さよならありがとうございました。バイバイ。突然終わった。